週刊少年ジャンプ、週栄社で連載中の尾田栄一郎さんの人気漫画、ワンピース、ワンピースが、6月27日発売の同誌30号から約1ヶ月間休載することが7日、明らかになった。7月25日発売の34号で連載を再開する。同作が、最終章に突入することも分かった。同作の公式ツイッターに尾田さんが直筆コメントを寄せ、発表された写真特集ワンピースついに完結。尾田栄一郎の衝撃発言、物語は終盤。丸、6月13日発売の28号、20日発売の29号には掲載され、その後、休載することになる。新作劇場版アニメ、ワンピースフィルムレッド、谷口五郎監督、8月6日公開、ネットフリックスで配信されるハリウッド実写ドラマシリーズ、ワンピース、などの準備もあり、休載することになったという。公式ツイッターの直筆コメントで、尾田さんは、休みます、と報告、最終章もなるべく早く締められるように構成組み直したいなぁ、と綴った。ワンピースは、手足などがゴムのように伸びる麦わら帽子の青年、ルフィが、海賊王を目指して仲間と共に大海原を冒険する姿を描く漫画。1997年に、週刊少年ジャンプで連載が始まり、2021年1月には1000話に到達。今年7月で連載25周年に突入する。2010年3月に発売されたコミックス第57巻の初版発行部数が日本出版史上最高となる約300万部を記録。2012年8月発売の第67巻は初版約405万部で、四股記録を更新した。丸、2015年6月には、最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ、のギネス世界記録に認定された。コミックスが第102巻まで発売されており、全世界の累計発行部数は、4億9000万部以上。最新103巻が8月4日に発売される。テレビアニメが1999年10月にスタートし、2021年11月には第1000話に到達した。